どうも、トーゼルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日無課金でプレイしているこちらドズ2からお送りしていきたいなと思います。ドズ2、昨日の夜にね、金券に行くまで寝れません、4600行くまで寝れませんの生放送をやりまして、見事、今シーズンも金券に到達することができました。今回で4回目の、4600ですかね。毎シーズン、4連続でおそらく金券に到達できていると思うんですが、最多トロフィーがね、あと60ぐらい足りないんですよね。4669が、私のドズ2の最多トロフィーなので、まあ、ここを越せるように、残りの日数ね、今シーズン狙っていきたいなと思うんですけれども、昨日の生放送、スタート時が4531だったんですよ。だからあと、2勝か3勝すれば、クリアできるっていう、状況からスタートして、残り69のところからスタートしたんですけれども、なんとそこから7時間かかりました。ちょっと予想してなかったですね。7時間かかるっていうのは。やっぱりね、あの4600付近には本当ガーディアンがいるんですよね。本当これは、マジで、これは提唱したい、本当に。スーパーセルに雇われている、あのガーディアンっていう人たちがいて、ガーディアンがね、あの格上の力を使ってボコボコにしてくるわけですよ。まあ最後は、格上に負けずとね、5連勝で、決めきることができたんですけれども、まあ今日は、あ、リプレイが消えちゃったのか。さっきなんかメンテナンスが入ったんだわ。メンテナンスが入ってリプレイ見ようって思ってたけど、じゃあこっから行くか、生マルチ。いやで、昨日ちょっと生放送でね、すごいこう謝りたいことが一つあって、生放送の途中に格上にボコされまくった時にも本当にイライラが頂点に達して、まあ、あの今までの放送の中でも一番こうイラついてしまったんですよね。ですごいなんか態度に出ちゃったんで、それはもう本当に申し訳ございませんでした。なんかあの楽しいはずのゲームでね、すごいイライラしちゃって、それでなんかなんかイライラが伝わっちゃったかなと思ったので、まあそういうのは今後なしにしたいなと思います。ということで、今日はイライラせずにね、ドズ2で最多トロフィーに目指して頑張っていきたいなと思います。あー、7時間かけて4600いったから、次は勝ちたい、頼む。さあ、レベル13くーてかね、タワーレベル13がマジで増えてきている。これはもう本当に毎月金券目指しているからわかるんですけれども、4ヶ月前と比べてね、全然違う。タワーレベル13ってレアキャラだったんですけど、最近もうね、普通にもうそこら辺にいる。だからあれでしょうね、みんなやっぱトークンとかを使ってカードレベル上げまくってんだと思う。で、カンストした人たちがどんどん溢れて、カンストの人たちのトロフィーがどんどん下がってきてるんだと思う。さあ、ここは相手、ランバージャックですか、ゴレかな。ちょっと待ってたからゴレっぽいですね。ちょっと縦線は、エリートバーバリアンとかが、出てくる可能。あー、ゴレですね。さあ、ここはどうしたもんかな。メガナイトうまく取られちゃうか。これメガナイト早くジャンプしてほしいけど。さあ、ここはゴーレムに取られちゃうか。いや、これやばいな、ちょっと。ゴーレムの時はね、カンストゴーレムの時は、ぶっちゃけ勝率はめちゃめちゃ良くない。てか、硬いんですよね、本当に。で、ここで、わー、バルバルーンはあかんでしょ。さあ、ザップかけられるけど、ちょっとここはクローン、これクローンで、さあ、バルーンが入りまして、やばい、バルーンがフルで入ってる。バルーンもゴレもカンストっていうね、恐ろしさ。さあ、キングまで行かれようっていう、いやー、ちょっと待って、まだ死にたくない。オッケー。いやー、厳しいな。相手ノーダメージでしょ。逆サイドつくとかもうそういう次元じゃないもんな。ゴレバルーンで一気におられちゃいました。さあ、これどうしたもんかね。ウィザードにメガナイト当ててって、右がおそらくランバージャックかなんか来るかな。さあ、まだ来ない。いや、ゴーレマジか。ちょっと待って。右のタワーくれてやんよって、そういうこと？そういうことですか？一応、ここはコウモリ当てられますが、オッケー。ゴレは処理できそう。あとはこのウィザード先生ですね。ウィザード先生、あ、やばい。さあ、ウィザード先生チクチクやりつつ、ゴレのね、破裂ダメージだけでめちゃめちゃ削られるからな。あ、やばい。これはクローンかけられて、危ね。さあ、ギリギリなんとか処理して、悪くないよ。さあ、バルーン。やばい。落下ダメージだけで溶ける。ザップで止めて、やばい。やめて。オッケー。いやー、これちょっと待って。もうタワー111。これね、無理だわ。これはちょっともう本当にゴレを出すだけデッキの最高峰ですね、相手。ちょっと待って、止まって、こんな一生懸命私は7時間かけて
無理いやそうなんですよ。いやこういうことなんです、本当に闇が深い。まあ私がもちろんね、あのプレイングスキルが至らないところもあるけど、正直ゴレレベル13はあの止めてもダメージ入っちゃうから厳しいですね。さあということでよろしくお願いします。まあ、私が使ってるデッキもメガナイトなんで、あんまりこうゴレとの相性が抜群にいいっていうわけではないっていうのもあると思います。さあ次は私から仕掛けるか。わあまたゴレだ。ゴレパラダイスになってんな。昨日もねゴレが本当に多かったんですよね。ゴレパラ完成してますね。まあ、ただ今回はゴレのレベルが12なのでまだいいかな。よくはないけど全然。全然格上には間違いないけど、コウモリでちょっと、コウモリプリンセスで、さあザップ、インドラまで回すか。で、インドラと縦線でカウンターを取っていきましょうかね、ホグライダーで。いやー、これだいぶ削られとんな。さあ、ここはポイズンもかけて。よしよし、悪くない。ポイズンがいいよ。さあいつの間にかホグライダーが溶けてしまって、まあ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 、いやーこれでも両サイド私の方がダメアド取られてんのか、きついな。次の相手のゴーレム展開の時にもう逆サイメガナイトとかで一気に降りに行って、 1-0 で終わらせるぐらいの気持ちでいかないと。あーここです、ここでおそらくメガゴとかでしか守れないと思うんで OK。 ここはもう左一気に降りに行きましょう。でここで左にまたさらにコストを使ってくれて、で右がゴーレム単体できたところをインフェルノドラゴンで、処理できれば熱いんだけど、さあどうだ。あバルキリーも左咲いてくれた。ただこの左を守りに行ってもないぞ。きちいきちいきち。さあゴーレムはうまく処理できた。オッケー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 。理想の形になりつつあるけど、左がこれが抑えれない。いやー厳しいな。ザップもあるか。さあここはキングは守れる。きっついなー。ちょっと待ってよ。戦略っていうか立ち回り的にはかなり有利は取れてるんだけど、どうしてもゴーレムが止まらない。ここでゴーレム来るね。 OK。 さあちゃんも処理できてる。 OKOKOK 悪くない。いやーここは止まれ。いや止まんないか。さあここでおられる。これでおられるのがほんとつらいんだよな。メガナイトを盾にホグライダーも展開したい。 OKOKOK。 さあいいポイズン、悪くないよ。いやーでも通らない。これが通らないんですよね本当に。ランバー無視してもいいから、ちょっとメガナイト刺しに行きたいな。さあちょっと時間がない。頼むよ頼む。ああいやーこれちょっと待ってちょっと待って、昨日の7時間の努力が次負けたら昨日の7時間の努力がマジでなかったことになる。本当に一生だけさせてマジで。いやーもう本当にもうやばいパニック状態になってる。よろしく。ああもう大好きなゴーレが嫌いになりそう。さあここはザップで止めて、よし枯渇ね。枯渇はテスラとインフェルノータワー型がやっぱね強いですね、ほんと。さあ今回はトルネードか。おお虫タイプか。虫ポケモンですね相手。なかなかクレイジーヤンキー。ホグライダーを無視するという新しい作戦。よし、さっきのゴーレムさんたちは辛かったですね。ゴレ対策すればいいじゃんって言われちゃうかもしれないですけど、無課金だとねデッキのレパートリーがすぐ変えれないんですよね本当に。もう無課金の辛さでもある。ここちょっとポイズンでかけつつ、次またディガープ。おお嘘でしょ嘘でしょ。ちょ待ってやりすぎ。やめてこいこいこいやめて。あぶねえ。まあ、あ、ここ延命してよかったですね。まあまあ。さあ、左のオーブ、一発はクラウンの許容して、こう来るか、縦線で受けましょうか。レベル13のギャング、自陣で受けても受けきれないからな。危ね。
でオーブンかな、オーブンですね。さあここはポイズン、おいしい、ラッキーポイズン。まあでもオーブンって分かってたら今ホグライダー飛ばさない方が良かったですね。オーブンがやっぱ優秀なんだよな。一番怖いのはあれですね、ガゴムレですね。ここで右にディガープラスガゴムレとかできて一気に追ってきたりするんで、ちょっと警戒しつつプリンセスは大切に。あれは無視かな、無視しながら OK。 さあここはポイズン先打ちして、悪くない。さあいいよ、さあプリンセス大活躍。こっからもうメガナイト展開しましょうか。メガナイト展開 OK。 あーここでザップ使っちゃうと怖いかな。今のメガナイトは結局通らないから、いやー勝ちてー、これマジでマジで勝ちてー、マジで勝ちてー、やめてよやめてよ、止まって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 、やばい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 、レベル13勝てー、マジか、もうちょっとちょっと手加減して手加減して、マジでやべやべ、終わるかも終わるかも。おいしょザップ、あー負けた、ちょっと待って、止まれ止まれ、ローリングッドで、くー、いやーきつい。いや笑い事じゃないんだよな本当にもう、ということで私の7時間はものの10分で消え去りました。いやちょっと今後私もうドズ2をねやっていく自信がない、正直。正直ない、どうしようかなもう。いやでもね、頑張ろう、頑張っていこう。いやマジか、マジか、ちょっと受け入れられない自分がいる。昨日7時間マジで辛かったのに一瞬で消え去るっていう。今シーズンはおそらく、これがフィニッシュになるかと思います。いやー悔しいな、でも悔しいですね。ちょっと今言葉が出ない状態なんですけれども、どうしよっかな、ちょっとデッキ編成をまた変えて半年ぐらいかけてコツコツレベル上げましょうか、なんか得意なゴーレムとかで。ちょっと今のデッキは割とこうやっぱメガナイトとかね、あメガナイトじゃないわ、エリートバーバリアンとか、ガゴムレとか、今やっぱりこのトロ隊で多い、敵をこうフォーカスしてるんですけれども、ゴーレムとかが増えてくるとまたちょっとこのデッキでは立ち回り難しいところもあると思うので、悔しいけどちょっと半年ぐらいはもしかしたら、カードレベル上げ期間みたいなのを取ってやった方がいいのかもしれない、わかんない、そこちょっと今迷走しております。ということで、じゃあ本日はどうぞって。やばい、もう本当にもう本当に嫌だ、すごい泣いておりますが、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。いやまあこれもでもクラロワなのかな、これもまたこれもまたクラロワですよねおそらく。最近クラロワの動画もなんかいろんな特殊ルールで、バラエティ寄りのね、動画を撮ったりだとか、あとまあトラゲの生放送やったりですとか、まあやってますけど、ドズ2が一番やっぱりこうムカつくことが多いし、やっぱり勝った時も嬉しいし、というところで、まあここがやっぱりこのリアリティというか、何クラロワの一番いいところでもあり辛いところでもあるのかなと思うので、やっぱここは打破できるよう頑張ります。はい、さっきやめそうになったけど。さっき弱音入ってましたけど、また頑張っていきましょう。ということで、じゃあ本日の、動画はね、7時間をたった10分で溶かしてしまった男ドズルの、物語でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。